皆さんこんにちは、フィットネスメイトのヒロです。今回もご視聴、そして合金トレイありがとうございます。今回は下腹をめちゃめちゃ鍛えるトレーニング動画をお作りしました。少しハードな内容になってますが、最後まで一緒に頑張って理想のお腹作っちゃいましょう。下腹さん、さようなら。ということで今回ですね、下腹をバチバチに鍛えるトレンド動画をお作りしました。大切なことは上半身を丸めるというイメージを常に持っていただくことです。そしてお腹の力を抜かないこと、猫背を常に作り続けるイメージでこのトレーニングの動作を真似てみてください。じゃあまず1種目目はレッグレイズです。これも骨盤、尾底骨から肩まではぐーって常に曲線を描いている状態なんですね。なので腰一点で地面で支えている、体を腰一点で支えているようなイメージでやってみてください。そして足を下ろした時に結構ねガーンって持っていかれちゃうんですよ。体がまっすぐ、上足がまっすぐなっちゃうので、なのでしっかりとお腹に力を入れてお腹で足を持ち上げていきましょう。 OK、 10秒間休憩しています。フィットネスではこの形でトレーニング動画実況付け投稿しますので、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録、そして高評価の方もお願いいたします。言えた。 OK、 じゃあレッグフラッターズ、しっかりと上半身を丸めた状態で足を交互に上げ下げしていきます。常にこれ上半身がまっすぐになりたがってくるので、猫背丸まった状態のまま足を上げ下げしていきましょうか。常にお腹の筋肉でこのトレーニングをしていきましょう。 OK、 10秒間の休憩となります。体作りと食事管理はめちゃめちゃ大切になってきます。そのやり方すべて概要欄にまとめてますので、よかったら概要欄もチェックしてみてください。ということで次の種目はプランクアップエンドダウンです。しっかりとこれは上下に動いていくときに上半身が結構ね揺れてしまうので、お腹、腰、背中すべての筋肉に力を入れたままこうぐわーっとバチーとやっていきましょうか。腰を下ろしたときに下腹がバチバチにくると思うので、その状態を常に作っていきましょう。 OK、 10秒から休憩となります。次の種目はリバースクランチとなっております。丸々、これも丸々、しかもお腹の力で一気に足を持ち上げていきましょう。そしてゆっくりとりる、これも丸々です。常に丸々、でんぐり返り、逆向きのでんぐり返り、なんていうかちょっと忘れちゃったんですけど、それをするようなイメージですね。なのでぐーっとこう逆上がりにしましょう。逆上がりするようなイメージで丸々、お腹で常にお腹を使っていきましょう。 OK、 ナイス。10秒間休憩となっていきます。この種目、今回4種目をもう1セットしたいと思います。さあお腹、全神経をお腹の筋肉に持っていきましょう。常に猫背の状態、丸まった状態をキープしたまま足を上げ下げしていきます。特に足を下ろした時にこの猫背がなくなりやすいので、そうさせるかとお腹に力を入れてバチッと止めていきましょう。そして下腹で持ち上げる。残り4秒間、お腹使っていきましょう。 OK、 10秒から休憩となります。次はレッグフラッターズ。そろそろマジでこの丸まりができなくなってくるところだと思います。なのでもう一度集中し直しましょう。自分に勝っていきましょうよ。マジで頑張るか頑張りまくるか。今どんどん下腹がマジでお腹周りバチバチに鍛えられて、マジで全然違う最高に美しすぎるお腹作れてるので、なので頑張っていきましょうか。丸まったままできるだけ丸まったまま足を上げ下げしていきましょう。 OK、 ナイス。10秒間休憩となります。次はプランクアップエンドダウン。マジでこの小さな積み重ね、一回ですね、こうお腹に負荷がガン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 って乗っかってきてくれるんですけど、この小さな積み重ねを毎日繰り返して、少しずつ時には休みながらもですね、長く継続していきましょう。そしたら数ヶ月後にはマジで、あら、まあこんなにお腹美しかったっけってなりますので、なのでできればですね、その効果を爆上げする食事管理っていうのもちょっとでもいいので取り入れてみてください。ということでラストの種目となりました、リバースクランチで終わりとなりますので、ラストマジでやっちゃいましょうよ。頑張るか頑張りまくるか、そのお腹変えるか変えまくるか。さあ美しすぎるお腹、今どんどん作られてますので、残り10秒間だけですので一緒に頑張っていきましょう。残り6秒間、そのままお腹で丸々、2秒前、1秒前。OK、 ナイス。お疲れ様でした。めちゃめちゃいいトレーニングができたんじゃないでしょうか。自分自身に大きな拍手、そしてナイスと自分を褒めまくってあげてください。
フィットネスメイトではこのような形でトレンドが実況付け投稿してますので、もしチャンネル登録がまだの方がよかったらチャンネル登録、そして高評価もお願いいたします。ルーティン動画サブチャンネル投稿しています。そしてインスタグラムでも僕のトレーニング動画投稿してますので、もしよかったら概要欄に全てまとめてますので、そちらもチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。